受験生版タイガーファンンディング夢に踏み出せあの、まあ、僕もちょっと異常なことを言ったかもしれなくて申し訳ないんですけどやっぱ早稲田に対する気持ちをまあ聞きたくて僕はあのご存知か分からないですけど早稲田へのラブレターっていう、ね、本があってそこには太郎星がもう早稲田を諦めていくけども早稲田に対する愛をね語ってるすごい面白い本があるんですけど。 早稲田最高やなと思って僕あの。でなんかその吉田さんが早稲田のどこに一番こう魅力を感じてるのかなって改めて聞きたいなと。<laughs> なんか一番私立の中では一番上にあるっていうところに魅力を感じていましてあと学祭とか、まあ、法政大学にいながら去年学祭ちょっと演劇の方で出させてもらったんですけどそういうところもあってあ早稲田すごいなと思って。 なんか法制をバカにするわけじゃないんですけど法制ってなんか高校生の学なんか学祭みたいな感じになす、ね、バカにしてまよ。さっきからそうめちゃくちゃバカにしてる慶応の名前は全然出てこないんだけどそ,その早稲田が一番っていうのは慶応 <laughs> と早稲田って普通の人から見ると割と並んでるじゃないですかなぜ慶応じゃなく早稲田なのあ、それはあの 小文があるっていうところと数学受験だと経済学部しか受けられなくてあと SFC2 つになるんでどちらかというと僕的には早稲田の方が受かりやすいなっていうのがあってそこで早稲田目指そうって思ってで早稲田目指してる途中にやっぱ早稲田しかないなっていうなんかだんだんそうやって気持ちが変わっていったって感じですね。 高風だとかそういうところに憧れてて慶応はなんかお坊ちゃんお嬢ちゃん学校だから俺に合わないとかそうじゃないんだあそうです受験がどうのこうのなんだそれまた逆に俺には違和感があるあ僕もそうですなんかもう一歩欲しいですねなんか慶応と早稲田の関係性ってもう切って話せないものなんですよ ご存知か分からないですけど、ラストゲーム最後の総計戦っていうのがあってですね。すみません。すみません。すみません。マジですか。すもう要は、ううのあのー、早稲田大学。やばい、やばいんですよ。ごめんなさいね。あの、なんか、そういう。まあ、あの、いわしもおっしましたけども、なんか、その受験制度のどうのこうのじゃなくて、なんか、こう。もっと。なんていうんですかね。こう、シンパシーを感じさせてくれる。なんか、理由を。欲してるっていう。のが <laughs> 正直あります。えっとですね。え、正直なところ。自分が受かるなら。 なんかもし自分の中で慶応の方が受かりやすいなら慶応でもいいと思ってますし早稲田もいいと思ってるんですけどやっぱり自分の中で一番あの私立の中では一番上じゃないですかそうすると自分の中でやっぱり自信が持てるなって思ってるのとやっぱりなぜか分からないんですけど早稲田目指してるって思って勉強してたからそう思ってるのかもしれないけどやっぱり。 その過程でどん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 早稲田行きたいなっていうふうに思ってるのがどんどん強くなってな,なんとなくでしかないんですけどやっぱり早稲田に行きたいっていう気持ちがそこで強くなったんかなっていうふうに思ってますなんか勘違いしてたら申し訳ないんですけどすみません僕のの方が上だと思っってましたたその総合力で言ったら まあ医学部もあったりとか、まあそのあったんですけど、その上の方の学部の平均偏差値取ったら。早稲田って言ったらやっぱ整形のイメージですね。それはあれですか。やっぱり自分の都合の良い意識改変してる部分あります。なんか本当に頂点を目指したいんだったら、多分慶応も全然視野に入れるべきだと思うんですけど。その科目的な要はかなり、その自分のディスアドバンテージですか。が関わってますよね。かなりね。あ、そうですね。じゃあ、もっとなんか早稲田愛を語らないと。 松原さんに刺さらないですよ。そんなんじゃ。<laughs> もっと、わ、早稲田じゃなきゃダメなんだっていうの。やっぱ欲しいですよね。はい、早稲田好き、愛してますみたいな、それから慶応ディスってもらったら。<laughs> <laughs> <laughs> でも、なんか、僕は逆に、なんか。逆にしっくりきてて。単純に、その浪人時代というか、まあ、元気タイムかもしれないけど。の、こう、忘れ物を取りに行きたいだけなのかなって、僕は思ってて。 多分受験生の時に、まあ、自分の科目とかを考えて、まあ、早稲田いくつか受けたい、まあ、受けたと思うんですね全部落ちたで多分努力しきれなかったって話もさっきあって、まあ、だからとにかくそれをもう一回こうリトライしたいってことが先走ってて、まあ、多分こう流れの都合上こう早稲田が一番とかこう言わなきゃいけない空気だか言ったけど、まあ、別に多分慶応もいい大学と思ってるしと思うし、まあ、もし自分の選択科目がうまく慶応にマッチして慶応結構いけそうだったら多分そっちが忘れ物だったんだと思うし。 なんかそういうことなのかなって僕はちょっと感じましたね。まあそういうねあの大学の選択がいけないっていう話ではないですもんね。中身は知らないけど行きたいんですよね。ね行かないとまあなんかあるんでしょ。うね、自分なりにそのやりきれてない。阿部さんの和田愛が強すぎて。<laughs> はい、あの早稲田目指すんだったら僕は語ってくれよみたいなね。<laughs> あ,あ、でも早稲田強いよね。はい。そういう愛が強いです。僕もあの前も言いましたけど。 死ぬほど早稲田行きたかった人間なんであ<ー> <laughs> 早稲田ですよねあの、はい、僕あの今ババに会社あるじゃないですか、はい、早稲田の学生がもう歩いてるわけですよね未だに腹立ちますからね <laughs> <laughs> 未だにあのよ未だにちって思います <laughs> こいつら早稲田行きやがってみたいな <laughs> そうなの。はい。早稲田の人たちってボコ愛が強いんですよね強いです,すごく 僕はもう高校時代中学からからずーっと早稲田の一文しか頭になくてあ第,一、はい、第一文学部はい当時は第一文学部第二文学部に分かれてて早稲田の一文に行ってねわざとし中退して小説家になるっていうことしかもう頭になかったんですよ。僕の大好きな作家たちはみんな早稲田の一文だったんで<ー>僕は単純だったんでとにかく早稲田に入ってわざと中退すれば俺もあの人たちみたいに小説家になれるんだってもうそれだけ。 本当にずっと現役の時も一浪の時もそれしか考えてなかったけど、結落ちた。もうこうも門がないんですよ。誰でも入れるウェルカム。そういうこう懐の広さもあるし、なんかわかんないんですけど大好きですね。今回は増原さん会ということで。そうですね。はい、いやおっしゃる通りです、ね。はい、早稲田を持ち上げる会ですね。まあ多分今回は吉田君のこの考え方に共感できるかどうか、はい、でご判断をいただくっていうことに。 なろうかと思いますよねあとあのすいません彼の希望金額28万円なのでえっと一束10分の1ルールでやってましたけど、ね、100分の1ルールですねこれ1万円 <laughs> なるほどああはい要は皆さんの手元にあるのは合計で20万円というふうに思っていただければと思いますよろしいですかはい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  虎たちの答えは。迎えるラストステイトメント。受験生の言葉が。オールオアナッシングの。鍵を握る。では、いろいろとお話をしてまいりましたけれども、吉田さん。えっ、ー、と、最後にもう一言お願いします。ラストステイトメントです。えっと。めちゃくちゃ勉強して早稲田に受かるので。まあ、僕の誠意とか。 やる気とかを見せてもらって、お金出してくれると嬉しいです。お願いします。はい、では、最終決断に入ってまいります。では、細井先生。はい。そうですね。うん。まあ。とりあえず、カメラ代出しましょうかね。ありがとうございます。は、は、は、八万円、これ。八万円。<laughs> <laughs> はい。八万円。 はいまあ、みんな出してくれると思うんですけどあのーまあ、岩井社長がねその憧れの小説家のお話されてたと思うんですけどそれで「早稲田」っておっしゃったと思うんですけど今時代がまさかの僕ら YouTuber がそういう存在になるのかなってなんか時代の変化を感じましたねだから僕らもやっぱり非常にこう発言に気をつけなきゃいけないですし自分の母校の名前を背負ってこういう番組出てるんだなっていうのを今回すごい気づかされました。なんで、あののののので吉田さんのその思思いいいいっていうのはもう絶対固いもだととますから、まあ、とりあえず 頑張って、まあそのインフルエンス力をねつけたいときは僕らの力も使ってぜひね有名になってもらえればと思います。ありがとうございます。はい、小林さん。はい。じゃ二十万円出します。あ、はい。はい。分か <laughs> って <laughs> 一緒に。はい、ちょっと待ってください。はいえー、この段階で、えー、あなたの希望金額に達しましたので完全オールです。おめでとうございます。はいます。はい、小林さんどうぞ。はい。まああのね返還返金という話もありましたし。 あのもう受かって一緒にユーチューブやりましょう。ありがとうございます。はい。キャサリンシービ出てください。はい、ありがとうございます。はい。<laughs> はい。えー、では、このまま続けます。吉村さん。じゃあ僕、これで。十万円。はい。はい。ありがとうございます。また、あ、その。絶対早稲田みたいなのすごい好きなんで。なんか僕はいい、好印象でしたけどね。まあ改善しないといけないところもあると思うんですけど。とにかくすごいなんかしがらみしょってると思うんで。それを早稲田受かって。なんかね。あのすっきりさせてほしいなと思います。はい。はい、ありがとうございます。はい。 えーでは今回初出演ですけども高井さんいかがでしょうか、はい、えっ、ー、とじゃあ僕はすいません中途半端す万円です。です、はい。あのまあ僕ら大人に対してあの一歩も引かず「うん早稲田」という気持ちをね、えー、ぶつけてくれたところが、えー、この理由です。で一つだけ言うならば受かるかは分からないというところのうーんそこの。 言葉だけ必ず受かりますという言葉があったら僕も小林先生みたいに出したかもしれないですけども、あはい、あそこだけ、えー、気になったので、はい、で,でもやはりこの場であのー、本当に、えー、一本も引かなかったなっていうのが強い気持ちあの伝わりましたのでぜひ頑張ってほしいと思います。はい少しですけども出させていただきます。ありがとうございます。はいでは最後に松原さん。はい、じゃあ僕はえっと。 これとですね、あとお借りし。すみません。あ、そうですよね。お借りします。あ、見てくださいよ。借りましたよ。全額。二十円。はい、あの。僕としては、あの、まあ、早稲田が好きな理由は、まあ、何でもいいと思ってて。まあ、要は何言われても、早稲田、早稲田って返してくれた。その強靭さ。最高だと思います。ありがとうございます。以上です。早稲田ファンディングフみンディング はい、えー、彼の希望金額は二十八万円でした。えー、細井先生から八万円、えー、小林さんから、えー、二十万円。えー、吉村さんから十万円。えー、高井さんから五万円。そして松原さんから全額の二十八万円ということで。七十一万円かな七十一。はい。が出ましたので。なんと。受験戦万タイガーファンディング番組史上初の。エクシードです。要は。あなたに。洗濯機が移ったんです。この二十八万円を。誰から。 いただくのか、まあ、大体計算はできますよね。一、はい、人からもらうんだったら、松原さんからもらうしかありません。複数の方だったら、その合計が二十八万円を超えればいいわけですね。はい、ということになりますけれども。大体自分の中で決まってますか。えっと、虎方全員と関わっていきたいので。なんか均等にするの難しいんですけど。はい、全員均等にもらえたら嬉しいなと思ってます。全員均等に、あの簡単に言えば、え五、ー、人いるから。 ね、5万数千円だととすると高橋さん足らないけど、ねはい、でこれはもう虎たちには、えー、選択権とかあの拒否権もありませんのでちょっとあの中途半端な数字ですので、えー、高橋さんが5万円ですから高橋さん5万円出してくださいと。で他の4人で残り23万円をうまく分けるという形でよろしいですかね、はい、それと問題はカメラのお金だけ先に必要なんですよ。<laughs> なののでこの8万円も皆さんの中からうまく やるって形でもよろしいですかね。はい。はい。はい、大丈夫です。はい。ありがとうございます。はい。バラバラにすると振り込み手数料もかかるけどね。はい、<laughs> <laughs> はい。はい。ということで改めていやすごい積み上がりましたね。あ嬉しいです。はい。はい。改めての感想オールです。おめでとうございます。ありがとうございます。<laughs> はい。じゃあ吉田さん一言感想をどうぞ。いや本当にこんなに積み上がると思ってなかったんで本当に嬉しいのとやっぱり早稲田じゃなくてもいいっていう。 言われながらもちゃんと応援してくれてやっぱ早稲田行きなみたいな感じで言ってくれて背中を押された気がしてすごい嬉しかったですありがとうございますはいお疲れ様でした志願者のまっすぐな思いが虎の心を動かし見事完全オール達成受験生版タイガーファンディング初となるエクシードで完全勝利を勝ち取った松原の早稲田愛と共鳴した志願者の思い 早稲田大学進学を目指して受験生は再び歩み始めるその成功を願いタイガーファンディングは次なる志願者を待つ